電気料金でいる？電気の支払い書が、これ あ、電気とガスだったっけ？うん、でもここに水道があったら電気と水道でもいい、大丈夫、これで大丈夫です。自分の履歴というか、そういうのを書く。どうした、忘れちゃったの？あ、分かった、またもらう。あれは、うちにもなくなってた。あ、ちょっとここでバーッと書くんだ。うん、全部書くんだ。書いてもらったら何コピーを取って自分の経営書くんだよ、また紙で。それはまず申請終わってからだけ。それ申請に出すんじゃないの？出すんだけど、申請書も書かないと終わらない。ただただこれだけコピーして終わるもんじゃなくてさ、書いてもらわなきゃいけない。生活保護を受けますよっていう書類を書いてもらわなきゃいけないので、その後になっちゃうかな。待ってね。先に説明してもらいました。これが生活保護の申請の書類なんです。で、この資格の中だけが書くのね。外はうちが使います。で、これは今日の日付、住所、アパート名も入れていたので、これってね、この上はこの申請書は誰が書きましたから、で、この下は誰が生活保護を受けましたか、分かれるわけ。そうすると自分で自分のことを申請するじゃない。だからここの住所とここの住所が一緒になっちゃって、で、関係は本人になる。で、ここに書いたけど、またここからお名前を書いて、お名前と生年月日、お年、最終学歴、ここはもういらないので、今の健康状態がどうなのかな、良いのか、普通なのか、悪いのか。で、これを書いてもらって、ここはどうして生活保護を申請することになりましたかの理由を書いてもらいます。で、さっき扶養紹介の話があったけど、これはまあただ、記録としてお父さんお母さんお子さんなどがいるんだったら名前を書いてください。別に住所を書かなくてもいいから、これを書いてもらって。そのここ書かないとダメ？うん、書かなくてもうちも本籍地出すと出てきちゃうから、別にそのここに書いたから扶養紹介するってわけじゃないから、うん、大丈夫。すごい心配してたから、そのことについてはちゃんとケースワーカーに話はしてあって、じゃあ書かないで、うん、それはもうそっちのどこでっていうのはできる？どこでできる？要はそっちの、調べる権限でやるのは別として、自分は書かない方がいいみたいな。いいよ、それは全然構わない。今カード式なんだよね、本当に。コピーをので少し時間かかったら待ってて、その間にちょっともらってくるか。マイナンバーはあったんですか？マイナンバーカード。はい、ありがとう。じゃあちょっと次の手に行ってもいいですか？これは収入についての申告になります。で、まずここに今日の日付、住所、お名前をお願いしますね。住所、はい、ちょっと書くのが今日は多くてますね。大丈夫よ。
しゃべってみようか。うん、いいですよ、全然。給与計算あ、ありがとう。別の掛け分ね、月ごとなの。せっかくやってもらったんだけど、月ごとね、うん、まずここに9月って書いて9、8、7、6って書いてほしい。申し訳ないの。バラバラ設立モードってんだ。会社によって違うからだね。9月まだ何も収入ないけど。今日はゼロ。あ、ゼロ。ゼロ。ないときはゼロ。必要経費ってどんなもの入ってる？家賃とか？家賃とかは入らない。個人事業主じゃないから飛ばしてもらってお給料だけの話になって、これ過去だからね。これちょっと調べて。これもっと見てよ。自分の話？そう。あ、自分が今生活してる場所なんですか？うん、そうそう。これ資産だから。だって資産だもん、一応。部屋を借りてる。だから行けないわけじゃなくて、お部屋がありますよって申告だと。あ、自分が借りてる部屋があるってことか？そうそうそう。だから社風まで見つけてもらって、で、広さが書かれていて。17。で、17平米って。17平米。で、家賃が、現金は持ってらっしゃるのを出して数えてここに書いてくださいね。新しいお札だ。新しいお札だ。買ってくれてきた。そうだよ、やっと回ってきてるね。762円。はい、それを書いてください。バイク保険あるよ。あ、これはここに入れてもらった。バイクに向けに書いた方がいいのかな。でもコピー取ったから大丈夫。有価証券なし。じゃあ、自動二輪、電池供給の名前ありで、使用状態は使用してるんだよね、所有者。車種は車検証がないんだよ。今もらったのは、自賠責も入ってるんだけど、あったの？後ろにあるやつ。
それをコピーしたらしい。違うな。あれ、標識ってあったのかな。ここの、ここの、標識のやつは、標識ってなかったかな。標識、私、あずなんだけど。これだと、セットになって、これでしょ。うん、残債は知らないんだけど、分かんない。毎月返済してる？毎月返済してる。弁護士に依頼して入院整理して、一番、自己破産なし、法テラスの相談は、今からこれについて法テラスの相談するかってこと？そう。いや、結果に言う。結果が通らなければ、法テラスの相談も考える。うん、じゃあ、ありにしとく。希望だけありにしとくね。これは希望の話だから、これも通る。お名前につきましては戸籍を取るので、そのため個人情報を、交換庁。え、何戸籍？戸籍。あ、戸籍ですか。ごめんごめん、戸籍じゃない、戸籍。今ね、マスクしてから悪いね。で、住所は本当にそこに住んでるから見に行きます、はい、それになります。次、はい、資産を未収入の状況って今書いてくれたじゃないですか。で、そのことについて、本当に合ってるかどうか、日本年金機構、この金額で年金合ってますかとか、それから、銀行ですね、銀行にこの通帳以外にありませんか、中身がありませんか、信託会社、それから、生命保険会社等にお調べさせていただきますよということですね。で、続いて書かれているのが、その扶養義務者の扶養についてというのはお話しした通り、必要があるかどうかはワーカーと相談してねって、そうすると、福祉事務所としての決定が出ますね。はい、次ですね。で、健康状態っていうのは、健康状態っていうことは、今まで多分保健所で病院に行ってたんですよね、はい、それが今度は医療券という券に変わるわけ、はい、その券を持っていくと10割がうちがお支払いするんだけど、お支払いするためにレセプトが来て、レセプトっていうのは病院から要求されるもんで、こういう治療をしたからいくらかかった、このお薬を飲んだからいくらかかったっていうもんなの。で、それをうちの方でお払いするための根拠になる。だからそれを読むと風邪ひいてるとか足が痛いとかっていうのが分かっちゃいますよということですね。で、続いて他の保護の実施機関における保護の決定および実施の保護っていうのは、過去にどこかで福祉事務所のところで生活保護を申請した場合は書類が来ます。申請なんてはありません。で、最後に支出の状況って書いてあるのは、生活保護費っていつも決まった金額でこれから生活するんだけど、生活保護費をもらっても1ヶ月も持たないのがずっと続いた場合、一体何に使ってるか私たちは調査ができますっていう。これは調査するのはどういうことかっていうと、多分あんまり関係ないんだろうけど、例えばたくさんお酒を飲んじゃう人とかさ、パチンコ行っちゃったりすると亡くなっちゃう人がいるじゃない、うん、その場合はレシート取っておいてもらったりすることがありますっていうことです。で、生活保護を受けてる間はいつでもこれをもちろんスタートの時も知られます。ただ生活保護を廃止する場合が出てくるかもしれないじゃない、お仕事したりとかして、その場合は一番上のお名前と住所、
ここについてはうちはエルガーフィアクションで追うことができるんだけど、他は見えなくなっちゃうということの権利に応えて使うことを同意しますっていう、ご納得いただけたら2024年お願いします。これも取ってたらいい、取ってたらいい、せっかくだから、せっかくね書いていただいたから、うちの方は取ってもらうんで困るものは何もない、ただコピー今差し上げられないの申し訳ないね。はい、いいですよ。じゃあこれでいただきます。すぐ行かなきゃいけない病院になります。あるよ。じゃあ、医療連絡表っていうのを書いてあげるから、それを持っていくと使えるただだと思うので、はい、じゃあちょっとお待ちください。次 の, あの担当とお引き合わせしますので、これも生活費いくらかもらうことですね。だから足りない部分についてはお頭には言ったよね。後からもらえる分を先渡しをできる。水道が引っかかってるもんね。あ、水道引っかかってるね。そうだよね。だからそれについても分かったので、ちょっと待ってください。これもしまっても大丈夫です。お待ちくださいね。こんにちは。はい、そうですね。お願いします。私ですね、家畜担当います。ここは今まではあれしたんですけども、私ケースワーカーになりますので、私の方でいろいろまたお話しさせていただきます。で、一応今後の予定なんですけど、9月に、明日ですね、あります。あ、出れば時間帯を変えてほしい。あ、何時がいいですか。午前中。あ、午前中がいい。ちょっと待ってくださいね。午前中何時ぐらいですか。できれば、ちょっと痛いですね。支給日はで一応この辺かな。この辺。だから先私の近況は少しだ。市事務所来週してください。ちょっとお待ちください。大学に。ちょっと私に問い合わせがあるので、何かあるのそれに あるから心配せずに使ってくださいね。生活保健定所、生活保健決定までの間なんだけれども、申請いただいたのでお願いですってお願いですね。で、訪問明日のじゃあ失礼しましたので家に留してください。医療連絡表を1枚お出ししたのでお願いします。これはもらっていいの。あ、お渡しするんですね。で、今後は何かあったらここにも電話、私にいただいてもここにつなぐことになるので、はい、お願いいたします。あと、今すぐ聞いたので少しお金の方も、はい、水道代とか、はい、お支払いもちょっと、ね、4000ぐらい水道代が足りないので、はい、それと、飯代ご飯代ですね。ご飯代、水道代が4000円で、さっき3900円くらいですよね。4000円として水道代4000円、あとプラス、今本当に手持ちで今いくらぐらいですか。1000円が2000円くらい。1000円ちょっと、2000円までいかない。1000円くらい。そうそう、じゃあ1000円あるぐらいと思って。あとそう、通帳の中もね、細かいお金もちょっとずつはあるんだけど、ちょっとずつなの。全部合わせても3000円はいかないよね。2000円くらい、ね、そのくらい、そんなもんか。お家の中に何か食べるものはある。お米とかは。弁当が2食あるよ。2食ある。他にはお米とか分かって、あ、いつもお弁当買ってんだ。弁当買って、そうなんだ。そしたら大体お金稼ぐの目安ですけど、1日ちょっと1000円ぐらい、ちょっと厳しいかもしれないですけど、なので今日が9日には出るんだね。そうですね、先に貸すだけじゃないんですけども、はい、ほぼ、ね、うん、あんですよ。自分こちら、そうそう、仮にこれ借用書だから緊急援護金っていう、緊急援護金そう、普通は出ないんだけど一番最初の方にで生活費、いつまでの支払い、最初の、で、今日の日付です。ここに日付書いてます。はい、では、住所とお名前。
でここにまたって書いてます。ここでも。そこもここも。金、金。先に領収書を取られる。で、ここに女が。で、印鑑持ってきてもらってるので、印鑑も。お疲れ様だね。どうもありがとうございました。でも雨じゃなくてよかったね。ねえ、本当に。書として考えるから、ね。書として考える。そう、福祉事務所の決定。ああ、なるほど。書として考える。書って変な言い方なんだけど、で、ワーカーはあなたの味方になって一応話はしてくれるので、ワーカーに伝えてこういうことで必要だとか。こういうわけでってみんなこの人が代弁するから、あの優しい人だから大丈夫だから、何かあと心配なことはない、ない、大丈夫、よかったよかった。じゃあちょっと待っててね、今お金をねもらってください。お待たせしました。いいですね。じゃあ、これがこれのポーズ確認してください。携帯は繋がりますもんね、はい、あ、そうそう、携帯は繋がってます、大丈夫です。じゃあ、明日早速ちょっとお邪魔させてもらいますんで、じゃあ早速払ってね、スピード代。ああ、止まっちゃうとめんどくさいからね。家の中入らせてもらって、ちょっと生活よく見させてもらって。